柳田ファッションチェック。トゥルッドトゥトゥル。はい、というわけでやってまいりました、柳田ライアンファッションチェックのお時間でございます。よろしくお願いします。あれ、髪型がちょっと前に戻った感じで毛量が増えているのかな。ちょいちょい毛量が増えて、色はちょっとオレンジっぽいところですか。これは光の加減でしょうか。ちょっと赤みが増している感じでいいでしょう。胸元には相も変わらずドッグタグ、はい、ですね、チェックのシャツなんですが、こちらはですね、ちょっとこうだらっと襟を片方、こうよれているような感じ。これがまたなんか着こなし的にはすごくおしゃれに見えるポイントでしょう。前回と違うところ発見しました。柳田ライアン見つけました。時計です。時計をつけております。これはどこの時計でしょうか。見えないですが、良さげな時計をつけております。インナーはシンプルに白いシャツを使っていますが、これもちょっとインしないでちゃんと外に出してダラッと着てる、まあ、アウターとちょっとね、バランスがいいようになっております。これね、よく見てください。袖のところ片方の方がちょっと上がってるんですね。このね、ここのところがちょっと上がってて、左右非対称になってます。で、そこからうっすら見えるタトゥーがちょっとエッチでしょう。で、デニムですね。デニムも膝のところがですね、色が抜けていて、ちょっとダメージっぽい感じではありますが、すごくシンプルに仕上がっております。ちょっとヨレッと、まあ、裾上げができていないような感じにしてるのは、あえてゆったり履いてる感じでおしゃれでしょう。靴は使い回してる感じですね。ナイキのエアフォースですか、それは。ナイキのエアフォースのハイカットなんですが、ズボンの丈がですね、ハイカットのところにちょっとかかっているような感じで、ハイカットっぽくも見えないけど、かなりバランスはいいと思います。ちょっとね、1個だけソールがない。走ると分かるんですけど、ね、どうぞ。靴の裏が、ね、赤いんです。ああ、なるほど。こういうところにもちゃんと、ああ、見てるんですね。ズバリズバリズバリ96点。おお、高得点です。高得点だ。かなりの高得点、かなりの、今までで一番なんかザ私服という感じです。ちょっと待ってください。なるほどなるほど、サングラスも変えてますね、ちゃんとね。そうなんです、ね、なるほど。これそうですね、時計、ドッグタグ、まあメガネとちょっとシルバーでまとめてる。なるほどなるほど、いいでしょう。96点。おー、変わらない。素晴らしい素晴らしい、似合ってましたね。似合ってたね。あいつおしゃれに誰よりも気にしてるけどね。あ、いいね。